ロバートス・チーブンソンカンパニーは1823年にイギリスに設立された機関車の製造会社である。鉄道の機関車を専門に製造する会社として設立された最初の会社であった。カヤ鉄道にに重複されている名番会社は1823年にジョージス・チーブンソン、その息子のロバートス・チーブンソン、エドワード・ピース、マイケル・ロング・リッチらによってイングランド、 入ッするアポンタインのフォースストリートに設立された。彼らによるストックトンダーリントン鉄道の建設の一環として設立されたものであった。工場の管理者はしばらく後にジョージス・チーブンソンと同じくイギリス機械学会の会長を務めることになるジェームズ・ケネディが担当していた。最初の機関車はロコモーションナンバーワンで、これによって製造ラインが開かれ、続いて コープ、ブラックダイヤモンド、ディリジェンスという3両が製作された。垂直に取り付けられたシリンダーのため、これらの機関車は動揺が激しく、ヘッドン単行鉄道ではスチーブンソンは蒸気圧によるスプリングを導入してみたが、失敗に終わった。1828年にはエクスペリメントにおいて、斜めにシリンダーを取り付けて安定性を改善しまたスプリングの上に、 取り付けられるようになった。当初は四輪であったビクトリーも作られ、後に六輪に改造された。この頃、アメリカ合衆国向けに二両の機関車が製造されている。最初の一両を、を四輪のアメリカはデラウェアハドソン鉄道による発注であった。二両目は六輪のウィスラーで、1833年にボストンプロビデンス鉄道向けに製造されたが、 後に、マサチューセッツと解消され、マサチューセッツ州マンスフィールドにおいて、沼に沈んで失われた。1829年に、スチー・ブンソンのロケット号は、レインヒルトライアルに勝利を収めた。この機関車には、タキセル式のボイラーと、独立した過失という二つの大きな改良があった。当初は斜めに取り付けられていたシリンダーは後に、水平に改造された。 インビクタは12両目の機関車で、カンタベリーホイットスタブル鉄道向けに製造された。シリンダーは斜めに取り付けられていたが、全体に移されていた。1830年にはシリンダーを大枠の内側に入れたプラネット型機関車が登場し、さらに大型化したボイラーにおいて安定性を増すために、重輪を追加したパテンティー型機関車が続いた。 この車軸配置にからにからにの設計は多くのメーカーで長年にわたり多くの機関車に使われることになった。ジョーン・ブルは当初、プラネット型機関車であったが後に改造され、現在はスミソニアン博物館に収容されている。これは今も自走可能な最古の車両だとされている。多くの列車が長距離を走るようになってきたことから、過失と煙突の問題が浮かび上がってきた。 ノースミッドランド鉄道のダービー工場との協力により、彼は排気ガスの温度を測定し、将来の機関車においてはボイラーを延長することを決めた。当初はこれらのロングボイラー機関車は、車軸配置2から2から2であったが、1844年にスチーブンソンは車輪の間にシリンダーを持ってくるために、重輪を前に移して、車軸配置4から2から0とした。 1846年の機関比較において、イザムバード・キング・ダム・ブルネルの製作した、イクシオンと比較されたのは、このタイプの機関車の一行、グレートエイトノースミッドランド鉄道からのもう一行であった。1846年には、重輪を追加し、初めて8輪の機関車となった。1842年には、さらなる重要な発明として、スチー・ブンソン式弁装置が開発された。 ロバートスチーブンソンカンパニーは、サウスイースタン鉄道や、ロンドンチャタムドーバー鉄道向けに、多くのクランプトン型機関車を製作した。これらはすべて車軸配置4から2から0の内側シリンダー非直接駆動方式であった。内側シリンダーは、過失の前に位置するクランクシャフトを駆動し、このクランクシャフトが、外側の連結棒で道輪に連結されていた。この方式は、 ロンドンチャタムドーバー鉄道では不成功に終わり5両のエコー型機関車はわずか4年の使用で通常の車軸配置4から4から0の機関車に改造されたロバートスチーブンソンカンパニーにとっての初期の輸出車両としてはエジプト向けのものがありこれはエジプトの総督にスエズ・アレクサンドリア鉄道の建設を依頼されたことによるものであったこれは スウェズ運河の構想を受けたもので、総督はスチー・ブンソンの鉄道がスウェズ運河よりも優れたものであるかもしれないと考えたものであった。会社は実際に着手し一部の区間は完成させた。しかし、フランスによる政治的な反対を受けたため工事を中止せざるを得なくなった。1849年にムハンマド・アリーが亡くなり、1851年に 後継者のアッパースパッシャは、ロバートス・チー・ブンソンと契約して、エジプト初の標準機の鉄道を建設することになった。最初の区間、地中海岸のアレクサンドリアとロゼッタ支線上のナイル川に面したカフルエルイコールザイアットの間は1854年に開通した。これは、オスマン帝国内における最初の鉄道で、またアフリカ、中東における最初のものでもあった。 同年アッパースパー社はなくなりサイードパー社が後を継ぎ、その地政下にカフルエルイコールザヤットとカイロの間が1856年に、そしてカイロからスウェズの間が1858年に開通した。フェルディナンド・レセップスがスウェズ運河を、当初はカイロ・アレクサンドリア間の路線はカフルエルイコールザヤットにおいてナイル川を80フィートの車両端気で横断していた。 しかし1858年5月15日に、サイードの推定後継者であるアフマドリファートパッシャを乗せた特別列車が、橋気から川に転落し、彼は歴史してしまった。このためスチーブンソンは、この車両を橋気に変えて、ほぼ500メートルの長さのある旋回橋を建設することになった。19世紀の残りの期間、次第に競争が激しくなっていったが、 国内及び国外に対して鉄道関連機材を供給して会社は繁栄した。1899年までに約3000両の機関車が製造され、新しい有限責任会社のロバートスチーブンソンカンパニーリミテッドが設立され、そしてダーリントンへ工場が移転した。この工場からの最初の機関車は1902年に出荷された。 イギリスの多くの鉄道会社は自前で、鉄道車両を製造していたので、多くの製品は輸出用であった。例えば、車軸配置4から4から0のウードロヒルカンド鉄道向けの機関車や、車軸配置4から6から0あるいは2から8から0のベンガルナーグプル鉄道向けの機関車などである。これらの機関車は、インドの鉄道向けのベサ規格の設計にいくらか、先行したものであった。 またこの工場ではイギリスで最初の車軸配置2の10の0の機関車を1905年にアルゼンチングレートウェイスタン鉄道向けに製造した。第一次世界大戦中は会社は弾薬の生産に力を注いだ。1917年から1920年までは大陸での使用のために陸軍省が大量の鉄道運行局2から8から例型蒸気機関車や 車軸配置0から6から0の SNCV18 型蒸気機関車を発注した。それ以降はいくつかの理由により経営は不振となった。この時期に顕著な製品としては、1921年にグレート、ウェスタン鉄道向けの客貨兼用車軸配置にから6から0の機関車を30両、ロンドンノースイースタン鉄道向けに、車軸配置0から6から0のタンク機関車を30両、 サマーセットドーセットジョイント鉄道向けの車軸配置2から8から0の7回型を5両といったものである。1936年から1937年にかけてはロンドンノースイースタン鉄道向けの B17 クラスの11両やサウスインディアン鉄道向けの車軸配置2から6。1937年に会社はホーソンレスリーの機関車製造事業を合併し、 ロバートス・チーブンソンホーソーンズとなった。造船事業は別部門として活動した。本船用の蒸気機関車はダーリントンでの製造が続行され、産業用の機関車は入ッするホースバンクにあるホーソンレスリーの工場で生産された。1938年にキッドソーンカンパニーとマニングアードルのブランドを買収した。第二次世界大戦中は 産業用の車軸配置0から4から0、0から6から0のサドルタンク機関車の製造に忙しかったが、1940年にはイラク国鉄向けのイラク国鉄 PC 型蒸気機関車を4両製造した。ただし1両は輸送中に失われた。1943年には90両のハンスレッドオーステリティ型蒸気機関車が陸軍省向けに製造された。 1830年に、ロバートス・チーブンソンとチャールズ・テイラーによって、設立された会社であった、バルカン・ファウンドリーが1944年に、株式の大半を買収し、さらに後にイングリッシュ・エレクトリックの一部となった。製品の大半は輸出用、または産業用で、南アフリカ国鉄 19D 型蒸気機関車を50両、インド向けの YB、L、 YM 型、タスマニア州営鉄道向けの車軸配置4から6から2の M 型を10両といったところであった。イギリス国内向けの本線用機関車としては、イギリス国鉄イスタンリージョン向けのクラス L1 を35両、ウェスタンリージョン向けの9400クラスのパニアタンク、機関車を100両製造するなどした。最後に製造された蒸気機関車は百五十八年の車軸配置、 0から6から0のタンク機関車と1959年の三軸無課機関車であった。ホースストリート工場は1960年に閉鎖となり、ダーリントン工場は電気機関車とディーゼル機関車の生産を続行して1962年にイングリッシュエレクトリックダーリントン工場となった。入滑するアポンタイン南部にあるスチーブンソンが関わった。 ホースストリート工場の事務所旨と工場一旨がロバートス・チーブンソントラストによって復元されている。2009年2月にかつてのロバートス・チーブンソンとホーソン・レスリーの機関車、工場跡地がスチーブンソン地区として再開発されることになり買収された。復元された建物及びいくつかのその他の建物が 登録建築物として保護されているが将来的に一般公開されるかは不透明である。かや鉄道に重要文化財に指定されている。日本で使用されたロバートスチーブンソン製の蒸気機関車は非常に少なく1874年に阪神間鉄道開業用として輸入された間接鉄道の4両があるに過ぎない。外地に目を向けても 1902年に輸入された台湾総督府鉄道 E18 型が2両あるだけである。このように日本とは非常に縁が薄かったが間接鉄道向けの1両が長命を保ち、現在もかや SL 広場に保存されているのが特筆される。この機関車は2005年に国の重要文化財に指定されている。ありがとうございます。